マクドナルドはアメリカ合衆国に本社を置くファストフードチェーンストア。その登録商標である。世界的に展開するファストフードチェーンであり、ハンバーガー店の代名詞となっている。日本における店舗及び運営会社は日本マクドナルドである。本記事のマクドナルドの日本語転写は公式にライセンスを取得した日本マクドナルドが定めるマクドナルドに準ずる。 国別の初出店年度ハンバーガーを主力商品として世界規模で展開するファストフードチェーン店である。年間15億食に及び世界の店舗総数は35,429店。店舗数の分類別順位においてファストフードを含む外食産業で世界第2位。チェーンストアではコンビニエンスストア最大手のセブンイレブンに次ぐ世界第2位である。 アメリカ合衆国本国ではマクドナルドコーポレーションが運営している。アメリカでは2000年代後半においてドライブスルー店舗が売り上げの65%を占めるほど自動車で購入するものが重要な顧客層となっており低価格を武器に展開している部分もあるためそれを好むものや低所得者も重要な顧客層となっているがそれ以外にも スターバックスを好むような層で構成された上流の市場を狙い、それに見合った内容を提供している。日本では1990年代から2000年代前半まで価格破壊、低価格路線を主軸に展開していたが行き詰まったため、方針転換し、価格重視の商品、キャンペーン商品、味重視の商品、ボリューム重視の商品、 高価格帯の商品など価格帯の拡大と商品バリエーションの拡大を行ってメイン顧客層である家族連れ、子供やその周辺ターゲットを囲うことで顧客層の幅を広げるなど幅広い客層を取り込む戦略に転換し2000年代後半以降好調を維持している当初はスコットランド系のマクドナルド兄弟が開いた店舗はハンバーガー店ではなかった ハンバーガーもマクドナルド兄弟の発明品ではなく、それ以前から米国全土にあった料理だった。にもかかわらず、その後の世界展開により、広く認知されるようになったことから、マクドナルドはしばしばハンバーガーの代名詞ともされる。主力製品であるビッグマックを国際購買力平均価格の指標として用いる、ビッグマック指数が提唱されるほど、マクドナルドはよく知られている。 その一方、ケンタッキーフライドチキンと伴いに、現在は、ハンバーガーチェーンだけではなく、アロマカフェ、ボストン市場、ジャポトレイメキシカングリル、ドナトスピザ、プレッドエメンジャーなどのチェーン店も展開している。2001年の年間売り上げは148億7千万ベイドル、純利益16億4千万ドルだった。名称であるマクドナルドの MC は、 コケルト語で息子という意味である。マクドナルドにおいて正式にはハンバーガーと呼ばずサンドイッチと称しており、株主優待券にもサンドイッチと表示している。しかし以前はテレビ CM などでもハンバーガーと呼んでおり、店舗看板も長らくマクドナルドハンバーガーの表記が使用されていた。マクドナルドハンバーガー表記の店舗看板。 ハンバーガー大学という名称の訓練施設も存在する。マクドナルドが2003年から全世界でスタートした広告では、I.I.M.Ravinit アイアイという統一された標語を使用している。詳細は、I.I.M.Ravinit アイアイを参照初期のマクドナルドのキャラクターのスプディ初期のマクドナルドの店舗最初のマクドナルドはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンバーナービノで、 マクドナルド兄弟が1940年に始めたものである。スピードサービスシステムのキャッチフレーズと工場式のハンバーガー製造方法、そしてセルフサービスの仕組みにより、第二次世界大戦後の1948年以降、特に有名になった。1954年にミルクシェイク用ミキサーのセールスマンで、ボヘミアユダヤ系の企業家のレイクロックがミキサーを売りに、 兄弟の店にやってきたとき、マクドナルドの仕組みについて興味を持った。特に興味を持ったのは、客席の回転率が大変高く、相当数の人数の客を次々とさばけることだった。すっかり感心したクロックは、ミキサーのメンテナンスで食堂にやってきたとき、システムをフランチャイズ形式にして、システムそのものを売る商売を始めてはどうかと勧めた。兄弟は、 自分たちのためにこの店をやっているだけで、フランチャイズをするつもりはないと消極的だったが、クロックが交渉を粘った末に、兄弟はこの店以外干渉しない、クロックはこの店には干渉しない、マクドナルドというナトシステムは、クロックが事業に使うで合意、兄弟が要求した契約金もかなり高かったものの、クロックの野望は第一歩を踏み出すことができた。 クロックはマクドナルドを売り込むために熱心に働き、近々できるディズニーランドの中にマクドナルドの食堂を入れるよう、ウォルトディズニーにも直接会って積極的に売り込んだ。この試みは失敗したが、クロックはイリノイ州でスプレーンズに最初のフランチャイズ店を出店し、即大成功となる。さらに1955年3月2日、新しい会社。 マクドナルドシステムズインクを作り、同年4月15日にクロックが直営店1号店をシカゴにオープンさせた。1960年には社名をマクドナルドコーポレーションに変更した。ファイル mac.jpg ロナルドマクドナルドクロックのマーケティング戦略のうちの一つは家族向けの店舗にすること、特に子供を商売の対象とすることだった。 1960年代初め、首都ワシントンで、マクドナルドのフランチャイズ券を取って営業していた、オスカー・ゴールドスティンが、ビラード・スコットというクラウンが所属する坊ぞ、S サーカスという名の出し物のスポンサーに就いた。この出し物が中止されると、ゴールドスティンは、マクドナルドのマスコットキャラクターとして、ビラード・スコットを雇い、そのキャラクターはマクドナルドにちなんで、ロナルド・マクドナルドと命名され、 ミラード・スコットは、ロナルド役で1963年、ロナルドは求められていた役に比べて少々、太り気味だったが、このキャラクターが広告に出ることにより、マクドナルドのチェーン店は、米国全土に広がった。続いて、ロナルド以外のキャラクターも開発されていった。日本では、販売戦略上の理由、及び、 日本語話者には発音しづらいことから藤田伝によってドナルド・マクドナルドと訳されており当初より子供向け CM に出演しているクロックと兄弟との契約は兄弟が制裁工程について責任を負い会社の株式による利益を受け取るその代わりにクロックが販売拡張の全責任を負うことになっていただが1961年までにクロックは 拡張に失敗する。兄弟は兄の引退も理由となって1961年に270万ドルでマクドナルドの全権利をクロックに売り渡すことで合意した。クロックにとっては高額だが長い目で見ればメリットがあると判断。プリンストン大学などを含む多くの投資者からかき集めて兄弟の持つ株式を270万ドルで買い取った。この契約では 兄弟は、マクドナルドの名称の使用は認められなかったために、やむなく自分たちの店を、ザ・ビッグ・エムという名称に変えて、営業を続けた。しかし、クロックが、兄弟の店のすぐ北に、マクドナルドの大型店舗を出店し、ザ・ビッグ・エムは倒産してしまい、兄弟の店は閉店して現存しない。1981年1月に、クロックは死去し、 その一年間マクドナルドは創業者追悼キャンペーンと銘打ったセールを行ったが、これを知ったマクドナルド兄弟の弟リチャードは激怒したとされる。経営権以上に伴う合意事項には、上渡後もチェーンの売り上げの1%を将来的に支払うという紳士協定があったが、契約書には組み込まれていなかったために、それが守られることはなかった。もし守られていたら、 兄弟は年に3億6千万ドルを手にすることになっていたはずだった。ビッグマック以後、マクドナルドコーポレーションは世界の至るところに店を開いた。1990年1月31日には、モスクワで共産圏発のマクドナルドが開店した。マクドナルドのビッグマックの価格はビッグマック指数。この指標の考案者は、イギリスの経済雑誌、エコノミスト誌である。 マクドナルドの標準化は同時に生活様式や経済活動のグローバリゼーションを意味した。トーマス・フリードマンは実著のレクサスとオリーブの木の中で黄金の M 型アーチ理論としてマクドナルドのある国同士は戦争を行わないだろうと予言したが1999年にアメリカ合衆国のセルビア爆撃によって破られている。アメリカをはじめとする先進国においては より高価で高品質なハンバーガーやより多面的サービスを提供している他のファストフードレストランチェーンとの競争が激しくなっている。アメリカの食堂専門雑誌による2002年調査によるとマクドナルドの順位はバーガーキングとホワイトキャッスルより下でハンバーガーの食品品質は第15位だった。市場調査会社によれば マクドナルドのシェアはここ5年で3%低下し、現在15.2%である。健康的なイメージで売るサンドイッチチェーンのサブウェイが全米で第1位のシェアを持っている。2009年10月26日にアイスランドでマクドナルドとして初めて同国内全3店舗の閉鎖を発表することを明らかにした。撤退理由は折からの金融危機によって 自国生産が難しく輸入に頼っていた原材料費の高騰により採算が取れなくなったためとしている。撤退までの過去1年半の間はコストは通常の2倍にまで膨らんでいたこともあり、採算を取れるまで同国の経済状況が回復するのは難しいという判断、同国で事業を展開する上での複雑さから撤退を決めたとしている。 撤退発表以降営業最終日になった10月31日まで、大勢の客が詰めかけ、商品の受け取りに20分待ち、ドライブスルー利用のために交通渋滞が発生し、マクドナルド側も臨時従業員の増員で対応するなどの大盛況になった。詳細は、ウィックシャネリー、EN、マクドナルドトランスレーションズを、参照詳細は、マクドナルドのロゴを、参照英語圏では、 マクドナルドと表記され、マクドンルズという発音が近い。英語のスラングでは、金のアーチを意味する、ザ・ゴールデン・アーショスや、ミッキー・ディーズと呼ばれる。ザ・ゴールデン・アーショスという故障は、看板のエムのようにも見える、黄色い二つのアーチに起因する。日本、東京の店舗日本マクドナルドによる公式な略称は、発表されていない。マックとマクドについて、 どちらが正しいというものではない、正解はないと、同社では説明している。客による故障は、地域差があり、近畿地方と周辺では、マクド故障が多く、東日本や九州などでは、マック故障の傾向である。販売商品は、ビッグマック、マックシェイクなどがあることを理由に、マックの方を肯定する向きもある。フランスでは、マクドと略され、 マックは売春の仲買人やポン引きの因果になるため、避けられる。中国語では、漢字で、麦当たり、バク白ローと表記し、マイタンラウと発音する。マクドナルドコーポレーションのビジネスモデルは、他の多くのファストフードチェーン店と若干異なる。通常のチェーンでも請求される特許料金、供給品、および販売のパーセンテージに加えて、 マクドナルドはまた賃貸料を徴収する。フランチャイズ契約の条件として、ほとんどのマクドナルド店舗は、店舗の不動産をマクドナルドコーポレーションが所有する。フランチャイズ会社は、売上の一部を賃貸料として、マクドナルドコーポレーションに支払う。マクドナルド創立者の一人ハリー、ジェイソナボーンは、我々の商売は不動産業である。我々がハンバーガーを売る、唯一の理由は、 フランチャイズ会社がハンバーガーを売った時の利益が最も多くの賃貸料を我々にもたらすからだと言った。各言語圏におけるメニューについては、マクドナルドの商品一覧を参照マクドナルドでは定期的な調査のためミステリーショッパーと称される人物が一般客に紛れ一セット注文する。店舗の質を向上させるため、採点項目にはスピード、清潔さ、商品の品質、 サービスなどがある。日本では2003年、昼のピーク時間帯において、商品の受注から、注文の多少に関かかわらずレジ入力後1分以内に、提供する、チャレンジ。60秒サービスキャンペーンが展開された。時間内に提供できなければ、ポテトかコーラの引き換え券を添付した。商品の注文点数に関かかわらず時間は1分間、一律だったため、 セットメニューなどを注文すると1分以内に用意できない事例も発生した。一部の店舗ではレジ入力途中で厨房に注文内容を伝えよういできてからレジ入力を終了することで実質1分を超えたとしても1分以内とした。全般的に店員の応対時間短縮の成果が出たり客と店員のコミュニケーションが生まれるなどの相乗効果でおおむね高評価を得た。 フィレオフィッシュ金曜日に肉を食べないカトリック教徒向けに1963年に発売開始された。マクドナルドのハンバーグや芋はセントラルキッチンより成形済みで搬入され、厨房では焼いたり揚げたりするだけで店舗で細かい調理の必要がない。焼く鉄板や揚げ油の温度、時間も定められている。若干の訓練を受ければ誰が作っても同じ大きさ、同じ形。 同じ味の商品が提供できる。調理工程も簡略化され、付け合わせなども極力簡略化し、高速で調理できるようになっている。商品提供システムとして、英語、メイドフォーユーという、受注してから迅速に調理し、商品を完成させる、新方式が導入された。その他、ダイレクトオペレーションと称する、商品を作りおいてオンクラ棚などに貯蔵し、 受注後そこから取り出して販売する方式がある。作り置きは、その時間帯の売り上げや客足などの予想をもとに行うため、大半の場合は客を待たせず商品提供できる利点があった。その反面、味の劣化やハンバーガーを調理後10分で破棄する、社内規定により、予測誤りによる食品廃棄などの問題が発生し、環境問題などで批判される原因になった。 メイドフォーユーシステムではすべての顧客に出来立てを提供できるという利点もあり、売れ残りや食材の貯蔵をなくし、ハンバーガーを作るコストを下げた。当然ながら、このシステムでも受注部により多く作ってしまうことによる廃棄はあるが、総じて廃棄量は激減した。消費者情報誌、コンシューマーレポートが、 定期購読者のうち三万二千四百五人の回答などをもとに発表したところによると、マクドナルドのハンバーガーの味は、アメリカ合衆国の大手ハンバーガーチェーン全体の中で最もまずいという結果が出た。ハンバーガーのビーフパティは牛肉を使用している。地域によっては、宗教上の観点から特定あるいは一切の肉類を食せない顧客向けに、鶏肉を使ったチキンマハラジャマック。 チキンマックカレーパン、肉を一切使わないベジタリアン用のメニュー、ホキという深海魚や、スケトウダラを使った、フィレオフィッシュなど、食のタブーに配慮したメニューが用意されている。日本における、テリヤキマックバーガーや2007年6月から7月に発売されていた、メガテリヤキ、2007年7月から発売された、マックポークに使われているパティは豚肉で、マクドナルドでは、 豚肉の使用を明記している日本におけるチキンナゲットは以前約2割を米国 OSI グループの参加である中国食肉加工会社の上海福祉食品から仕入れていたが使用期限を半月過ぎた鶏肉を使用していたことが発覚し2014年7月22日に該当商品の販売が停止した日本のドライブスルー併設店舗の一例ドライブスルーは 日本国外でマックドライブと呼称される。利用手順は車両をメニューが掲示されたマイク前に移動し注文する。この際店員から支払い金額が請求される。通常はマイク越しに店内にいるインカムを装着した店員に話しかけることになるが一部店舗では休日のピーク時を中心に移動型のレジを伴った店員に直接話しかける状況もある。この場合もレジは 優先で店内のシステムに直結しているため店内のメイドフォーユーシステムへも注文が直接伝わる。また、ワットと呼ばれる小型のタッチパネル端末で受注することもある。ワットはほとんどの場合コーポレートカラーである赤色の肩掛けケースに入れられている。ワットは注文を無線方式でキッチンへ伝達するため混雑時に店内で用いられることがある。この場合、 決済やレシート発行はカウンターのレジで行う。導入局初期はテレビ画面に映る店員に向かって注文する形だったが、その後テレビは撤去されてメニュー以下のみになっていた。近年の店舗ではマイクの下に注文を表示するディスプレイが導入されている。その後順路に沿って車両を進めると商品受け渡し口がある。ここでまず代金を支払い。 その後袋などに入った商品を受け取る。一部の古い店舗で見られる、受け渡し口手前の使用されていない窓口もしくは、その後は、かつて代金の支払いと商品の受け渡しを、別々の窓口で行っていた名残である。現在でもこの携帯を取る店舗も存在し、休日のピーク時のみ支払いと受け渡しが別々になる、店舗も存在する。近年オープンした店でも、 ピーク時以外でこの方式が採用されている場合もある。雨が多い地域では商品を濡らさないために配慮されており、日本の店舗では受け渡し口に通常屋根がある。商品を受け取った後に車両を進めると行動へ出る。購入商品が多いなど受け渡しまでに時間を要する、木はドライブスルー進行レーンから外れた待機場所で待たされる。多くの場合、店員が商品を車両まで運搬する。 ドライブスルーは主に普通乗用車などを対象としているが、オートバイや自転車など二輪車両での利用は、商品受け取り後の走行や自動車による追突など安全上の理由で、店舗によっては断られる場合もある。またトレーラーやトラックの場合車両限界などで利用できない場合もあるが、これらに配慮したドライブスルー設置店舗も幹線道路沿線に見られ、 送迎や路線などバスでの利用もある。ビッグマックを大型にしたメガマック店内で食べる場合でもレジで代金を支払った客がその場で商品を乗せたトレイを受け取り、そこから席まで客が自分でトレイを運ぶセルフサービス式である。店内で購入した商品を持ち帰ることも可能である。片付けはトレイ状のものをゴミ箱に捨てるだけでよく、食器の回収と洗浄の必要がないが、 何を買っても必ず廃棄物が出る批判の原因ともなった。現在、ほとんどの商品が紙包装だが、ストローなど多少のプラスチック素材もある。以前は発泡スチロール製容器が多用されたが、今ではほとんど使われない。マクドナルドでは店舗を船に見立て店員をクルーと称する。ほとんどの店員はパートかアルバイトで、これを通常1名以上の マネージャーと称する社員で統括する。しかし一人の社員が統括する店舗が複数ある場合、不在が多くなるため、店員の出勤時間帯配置などの管理業務を、パートやアルバイトの立場で合わせて行う、スイングマネージャーと称する階級がある。他に、店内接客が、主業務のお客様係、スターやクルーの教育などを担当する、クルートレーナーなどがある。通常は、年中、 日本、編集日本の店舗形態は通常店舗とサテライト店舗に分かれる。サテライトは厨房が狭く以前はメニューも限定だったが一方では停止室の出店が可能で1990年代に数多く開店した。サテライト店舗は必ずしも母店舗となるトラディショナル店舗を持つことはなく基本的に単独経営である。 親子関係でなくとも近隣店舗間での食品移動はもちろん小銭の両替も銀行手数料がかかる昨今では普通に行われている。近隣店舗といえど店長の上職である OC は近隣店を兼務しないので各店舗の社員個人による移動元の指導店勤務人の移動先へのお願い形式で成立するのが普通である。 マクドナルドの看板は赤い背景色に黄色の文字であるが、京都市などの一部店舗は、景観保護条例による規制で、背景色が茶色などである。東京都豊島区の菅野店では、英語由来のカタカナ語が理解できない、高齢客が多く、ポテトお芋、チキン鶏肉、ドリンクの SML のみものの賞、中、大と一部日本語表記がなされている。また、2007年から、 地域別価格制度が導入されたが、2015年に実質上廃止されている。詳細は、日本マクドナルド地域別価格を参照改装された24時間営業実施店、アリゾナ州セドナのマクドナルド店舗。外観をこの地域でよく見られるアドビ調にし、M のアーチをターコイズブルーにするなど、周囲の環境と調和した店舗にしている。一般的な店内内装、 日本の店舗の一例日本の店舗外観の一例2階と3階が客席のフロアになっている21世紀になってからマクドナルドの店舗イメージが変化している旧来型店舗イメージは赤い背景色に黄色い文字の看板がもたらす印象のアメリカンテイストを取り入れたデザインで内壁はシンプルな白地を用い小物や内装はところどころに 赤や青の原色系を塗り込んだプラスチックとビニールが取材である種のチープインテリアを目指していた。また赤色の内装は落ち着きを失わせ客の回転を早める効果も兼ねていた。日本編集2006年以降営業時間延長が試みられ24時間営業店舗が増加していたが再三制やクルーの確保困難等により再度24時間営業を廃止する店舗が増えた。 客を集めるため、2000年代後半から数社の公衆無線ンが提供されており、電源サービスコンセントが設けられている店舗もある。2018年より、ハッピーセットのおもちゃを全国の店舗で回収し、店内で使用すると例にリサイクルするおもちゃリサイクルプロジェクトを定期的に行っている。マクドナルド店舗の形態は大きく分けて、次の3種である。 都市型店舗通常の店舗は座席付きの食堂であり、楽しいひとときを過ごすため、外出時に手軽に迅速に食事を済ませるため、などの機能を持った店でもある。駅前や繁華街、商業施設内などにあり、敷地の都合上駐車場はない。イベント会場や学校内店舗では、厨房とカウンターのみを設置し、客席は当該施設のものを使用することも多い。 郊外型店舗郊外型店舗ではドライブスルーを備えている。ここでは店舗内注文も可能でそのための注文カウンターも備えている。この店舗の多くはハイウェイ沿いで市街地変園か大都市間の小さな町にある。ハイウェイ沿いのマクドライブ店舗ハイウェイ上のパーキングエリアのような場所にある順前たるドライブスルー店舗で客席はないことが多く。 客は駐車場あるいは運転中に自分の車内で食べる。この他に特別なテーマを持った店舗が存在する。具体的には、ロックンロールマクドナルド1950年代、風食堂など、郊外の新しい店舗には、マクドナルドプレイランドという大きな遊戯施設を持つものが多い。多くは屋内だが、屋外のこともある。黄色のゴールデンアーチと呼ばれる。 マクドナルドのマークはマクドナルド店舗の位置を示すため高いポールの上に設置されることが多い。日本ではこれをサインポールと呼ぶ。このマークに使われている赤と黄色は広告を活用する多くの会社がよく使う配色でもある。出前が可能な店舗が一部に存在し、一度に所定金額以上注文の場合に適用される。マクドナルド従業員の訓練施設として トレーニングセンターとは別に、ハンバーガー大学が米国を含む7カ国に存在する。アメリカ本校、編集ハンバーガー大学は、マクドナルド従業員教育用施設。イリノイ州、オークブルックのシカゴ郊外に13万平方フィートの広さであり、米国のマクドナルド社が所有。今まで7万人以上のマネージャーが、卒業し30人程度の教授が所属する。 大学は1961年、イリノイ州エルクグローブビレッジに設立された。1960年代前半、初期の学生は企業利益向上を目的として、卒業までに科学、マーケティング、調理などのコースを確実に終了しなければならなかった。彼らマクディグリには、マクドナルド商品の経済的な品質向上を研究する部門につく者もいた。 現在の規模は1クラスあたり、平均200人以上。概要、編集詳細は、英語版、ウィキペディアのハンバーガーユニバーシティを参照日本校、編集日本マクドナルド本社38階にある。2005年7月、ハンバーガー大学のベーシックシフトマネージメントコースと、アドバンストシフトマネージメントコースの2つのコースが、若年者就職基礎能力習得支援事業の、 認定を受けた。台王国のマクドナルド。ロナルドがイをしている。マクドナルドランドを舞台に、ロナルド、クリマス、バーディハンバーグラー、フライガイという子供をターゲットにしたマスコットキャラクターがいる。中心となるキャラクターは、ドナルドである。これらは、ハッピーセットという子供向けセットに添付される玩具になったり CM に登場したり、過去には、 ファミコンやメガドライブのゲームソフトとして発売されたこともあった。これらのキャラクターの利用は全世界共通であり、多くの国では店舗前に人形が置かれている。また、ゴミはゴミ箱へと啓発するロナルドをかたどったピクトグラムが包装や容器、カップに描かれている。他国の言語を話すことができる設定となっており、日本語、オランダ語、タガログ語、 ヒンディー語など三十一カ国語がその対象である。また、ロナルド・マクドナルドの呼称は国により若干異なる場合がある。ロナルド・マクドナルド、編集日本ではドナルドと呼ばれており、フルネームはドナルド・マクドナルドで、マクドナルドが生にあたる。通常は単にドナルドとだけ呼ばれ、ほとんどの場合、生の部分は省略される。名称が類似するディズニーのドナルド・ダックや、 機関車トーマスのドドナルドとは無関係である日本では1990年代後半まではドナルドが喋っている CM が多かったが2000年頃からドナルドは喋らなくなりドナルドイコール喋らないキャラクターという印象が一般的となった2004年に行われた CM では数年ぶりにドナルドが喋ったがこの CM はドナルドって喋るのというものであり喋らない キャラクターという印象を持っている世代には不思議な感覚を与える CM となった。前述の回答でドナルド自身はおしゃべり好きであったという。詳細はドナルド・マクドナルドを参照以前はビッグマック・ポリスというイメージキャラクターもいたが現在は全世界で使用が中止されている。警官であるビッグマック・ポリスがドナルドなどを監視する印象を与えるためという説明がされている。 もう一つ、平和なマクドナルドランドに警察はいらないという説もある。内部では子供から怖がられるキャラクターということで排除されたという話もある。しかし、2014年1月から行われているアメリカンビンテージキャンペーンで特定の商品を購入すると手に入るラインの限定スタンプにてこのキャラクターのスタンプが登場している。詳細は ビッグマックポリスを参照ハンバーガーが大好きで他人のハンバーガーを盗んでしまう悪役キャラ。初期の頃はドナルド同様生身の人間が仮装した姿だった。黒いハット帽子に黒いアイマスク。そして囚人服を思わせる白黒のボーダー上下服。ハンバーガーを盗むたびに警官であるビッグマックポリスに追い回されていた。ハンバーガーを盗み取る魔法も使える。 しかし CM のうちでは必ずドナルドが魔法で彼を懲らしめていた。平成になってからかぶり物キャラで一時的に復活していたものの近年はまた見られなくなったがマクドナルドの公式サイトのキッズコーナーの塗り絵に姿が残っているため現時点でも姿が確認されている。また2014年1月から行われているアメリカンビンテージキャンペーンで特定の商品を購入すると 手に入るラインの限定スタンプにて、このキャラクターのスタンプが登場している。詳細は、ハンバーグラーを参照、マックシェイクが大好きな紫のキャラクター。近年ではあまり姿が見られなくなったが、ハンバーグラーと同様、現在もキッズコーナーの塗り絵や2014年のラインスタンプで姿を確認できる。詳細は、グリマスを参照朝マックをイメージした鳥のキャラクター。 明るく活発だが少しおてんばな性格。21世紀になってから日本で見かけることは少なかったが2014年1月から行われているアメリカンビンテージキャンペーンで特定の商品を購入すると手に入るラインの限定スタンプにてこのキャラクターのスタンプが登場している。マックフライポテトのイメージキャラクター。男の子をフライガイ、女の子をフライガールと呼び。 キッズは彼らの総称である。ポンポンに足が生えたような姿をしている。メガネをかけた者やポニーテール、またはツインテールをなびかせた者と数体存在する。この他にも独自キャラクターを設定している地域もあり、アメリカではミックとマックという二人の少年もマスコットキャラに指定されている。日本の事例として2009年8月から11月に期間限定発売された。 日本オールスターズシリーズの宣伝キャラクターとして、ミスター・ジェームスを採用したことがあった。日本での問題については、日本マクドナルド日本マクドナルドに関する諸問題を、参照マクドナルドはその事業規模と影響力の大きさから、しばしばアメリカの大量消費文化や、アメリカ帝国による経済支配の象徴と考えられ、各国の民族主義派、保守派や環境保護活動家、 反グローバリズム運動家の攻撃目標になるケースが少なくない。反米デモ活動では真っ先にマクドナルドの店舗が襲撃される。特に湾岸戦争やイラク戦争などでアメリカが他国に侵攻する期間、中東の店舗は放火されたり破壊されたりした。また、イギリスでは批判的な活動家がロンドンにある店舗を爆破し、逮捕された。さらにイラク戦争以降、ロンドン、 パリ、チューリッヒなどの店舗前で、ハンベイデモが激しく行われており、メキシコシティでは、ハンバーガー一つが、アメリカ軍の銃弾一発という言葉が生まれた。また、大韓民国環境団体の会員らが、マクドナルドの大型看板に登って、M 字の下に、ADO と書かれた垂れ幕をかけて、マットウォーと叫ぶデモ活動をした。1999年5月7日、コソボ紛争における、 アライドフォース作戦の際にアメリカ空軍機が中ユーゴスラビア中華人民共和国大使館を誤爆した時は北京市でマクドナルド10店舗が中国人により襲撃される事態となった。またファストフードはその手軽さと高カロリーがゆえに肥満の主犯というイメージが植え付けられることになった。こうして拡大する外国の反感をなだめるためマクドナルドは飲食の材料をできるだけその国で 調達し、メニューもその国の文化を考慮した戦略をとっている。肉類を避ける、インド人のためには、ベジタブルバーガーも開発した。2004年には、マクドナルドに代表される、ファストフード業界の健康破壊をテーマに、1ヶ月間、3食、マクドナルドのハンバーガーだけを食べて過ごしたらどうなるか、監督が自らも人体実験となった、ドキュメンタリー映画。 スーパーサイズミーが公開され、第77回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。2011年には550兆の団体が対し、肥満の抑制のためにロナルド・マクドナルドの引退を要請している。アメリカのマクドナルド、調理切り替え遅れ和解金9億円支払い、マクドナルドは2002年9月、心臓病疾患の原因になると指摘された。 トランス脂肪酸を減らすため、調理油を2003年2月までに新しいタイプに変えると発表した。トランス脂肪酸は、フライドポテトなど揚げ物に使う油に多く含まれ、それを健康に配慮した新タイプの調理油に切り替えると、発表しながら実施が遅れたことを同社が適切に公表しなかったことに対して訴訟が起こり、和解金など契約850万ドルを支払うと2005年2月に、 発表した。ところが実施が遅れたため2003年2月に遅れの事実を公表したが、アメリカの健康問題活動からは2003年、消費者への告知が不十分だったとして、損害賠償などを求め、カリフォルニア州の地裁に提訴した。日本における調理油切り替え調理油の切り替えは、BSE 問題が起きた2004年、調理油に牛脂をブレンドしていたため、 一時的に植物油100%に切り替えた。2018年現在、日本マクドナルドの公式ウェブサイトによれば、トランス脂肪酸なしのパーム油に牛脂をブレンドしているとされている。対応、編集マクドナルドは、メニューに食材の生産地や食物アレルギー対応を細かく明記している。またシェフで、イギリス人としては初めて、かつ歴代最年少で、 ミシュランガイド3つ星を獲得したマルコ・ピエール・ホワイトは商品には一貫性があり価格に対してその品質は優れているアイルランド産など徹底した品質管理を行っているにもかかわらずこの事実はあまり知られていないと意見している栄養の改善を要請編集2011年には専門家らはマクドナルドに対して子供を対象とした飲食品に 高カロリー。カリフォルニア州での例、編集自動肥満対策として、アメリカカリフォルニア州は2010年11月、ハッピーメールなど、高カロリーでおまけ付き子供用セットメニューの販売を禁じる条例を可決した。この条例はマクドナルドに限らずすべてのファストフードショップに適用される。集団食中毒の発生、編集、マクドナルドの衛生管理については、 生産地から店舗までのプロセスごとにハサップなどの国際規格をベースに厳格な体制が取られているが2018年アメリカニューヨーク州などを中心に汚染されたサラダを原因とするサイクロスポーラ症により500人以上の集団食中毒を発生させている。マクドナルドはそのイメージと著作権、商標に関する訴訟をしばしば起こす。 例として100年前からあるような小さな家族経営の店にもマクドナルドは訴訟を起こしたりスコットランドにあるマクドナルドという名称の個人経営のカフェに対する名称使用停止の訴訟がある。またマクドナルドはイギリスの歴史において最も裁判期間の長い民事裁判の記録を持っている。これはしばしばマクドナルド名誉毀損裁判と呼ばれる。これは ロンドン通りでマクドナルドを中傷するビラを配ったとして、マクドナルドが環境活動家2名を名誉毀損で告訴したもの。2014年3月、アメリカのニューヨーク、カリフォルニア、ミシガンの各州において、無給待機の強制、制服購入費並びに、制服選択費などの名目による給与からの転引きによる減額された賃金は、法令で定める最低賃金を下回る。 違法賃金に当たるとして従業員から提訴された。1995年頃からマクドナルドのフランチャイズ店はマクドナルドコーポレーションに不満を抱くようになった。マクドナルドがあまりにもあちこちにフランチャイズ権を与えたのでフランチャイズ店舗同士が競合し合うようになったのである。マクドナルドはこの頃からフランチャイズ権を与える前に 市場への影響調査を行うようになった。マクドナルドがイスラエル支援企業だとしてパレスチナ支持派やムスリムにたびたび批判されている。例えば日本国内のパレスチナ支持派のパレスチナ情報センターはマクドナルドの元会長兼 CEO のジャック・ m グリーンバーグがシカゴのアメリカン・イスラエル商工会議所の名誉会長であることやマクドナルドがイスラエルを支援する。 11種ユナイテッドファンド及び11種フェデレーションの主要な企業パートナーであることを批判している。また、2008年から2009年に行われたイスラエルのガザ紛争では、インドやマレーシアのムスリムグループにより、マクドナルドを含んだイスラエル支援企業に対して不買運動が呼びかけられ、マレーシアのマハティールビン・モハマド首相も国内のマクドナルドの社員に辞職を呼びかけた。 また、フランスのパリでは抗議者がマクドナルド店舗の窓を破壊した。この事件でも見られるように、イスラエル支援企業として、ザコカ・コーラ・カンパニーやスターバックス、H&M なども、マクドナルドと同時に批判される場合が多い。ブラジル、サンパウロ市の日本人街、リベルダージうちのマクドナルド、所帯が日本のものと違う。ハンガリーのブダペスト西駅にあるマクドナルド韓国の、 マックバイク・マクドナルドは、1976年以降、近代オリンピックのスポンサー企業を務め、最高位、スポンサーシップであるトップパートナーでの協賛を続けていた。また選手村の食堂にも進出し、世界のどこであろうと同じものを食べられるのが長所と称している。札幌オリンピックでは、女子スケートのジャネットリンがホームシックになり、それならアメリカの味をと、 飛行機でハンバーガーを届けている。2017年6月、2020年までの契約を3年、前倒しトップから撤退すると発表。ありがとうございます。